や、12月25日生まれ、ヤギ座の大型。同じ日に同じ学校に転校してきた彼女は可愛いけどかなり変わっている。アスカ、おはよう。ああ、おはよう。え、いいでしょこれ、この間買ったんだ。これね、油揚げ。あやっぺの特徴その1、独特すぎるファッションセンス。おしゃれなカフェとか来ると何頼んだらいいかわからんぞいや。ゾイヤ、あ、ガムシロ使いまっし。マッシー。特徴その2、ちょいちょい飛び出す金沢弁。そんでさ、変な外国人がオッケーサインだと思ったらしくて。まずいじゃんそれ。あ、どうしたの。あ、私さ、おしっこ我慢してるんだよね。え、結構前から我慢してて。いやいや、早く行きな。特徴その3、何かとおしっこを我慢している。トイレでしょ。うん、ここ私が。うん、だから私もここ。いやいやいや、意味わかんないし、ふざけてんの。私真面目だよ。特徴その4、トイレで同じ個室に入ろうとする。ねえアスカ、私の音を聞かせようか。いやいや、結構です。なんで、友好の印だよ。ないからそれ、絶対ないから。特徴その5、トイレの音を聞かせようとする。歌丸し。オッケー、歌丸し、みんなに配っとくね。アスカとタマルくんって仲良さそうだよね。そんなことないよ、普通だよ。よし、付き合っちゃおう。私キューピッドになるから、っていうかなりたいから。いやいや、いいよそんな余計なことしなくても。いいからいいから、私に任せて、タマルくん。特徴その6、すぐ知り合いをくっつけようとする。おせっかいババア。ねえアスカ、今年水着買った？私はまだ。特徴その7、色気を勘違いしている。あやっぺは変な子、超変な子だけど、一緒にいると楽しいし、これからも仲良くやっていけそう。アスカ、私そろそろおしっこ漏れそうなんだけど。気のせい